皆さん、こんにちは。今回は知らないと損をするオーバートレーニングの正確な意味とその対処法というテーマについてお届けさせていただきます。えー、今回オーバートレーニングの話なんですが、まあ最近ですね、えー、何人かのウェルビンゴの、ね、スクールの受講生様からオーバートレーニングに関するご質問をいただきましたので、えー、皆様の方にも共有させていただきたいなというふうに思います。 まず、その、オーバートレーニングで相談を来るっていう方はそんなにいないというか、あの、自分で私オーバートレーニングなんですよって言って、え、相談に来られる方っていうのはあんまりいらっしゃらないです。ただ、まあ、いろいろ話を聞いていくうちに、まあ、それって要はオーバートレーニングなんじゃないですかっていうようなことで話を進めさせていただくことが多いです。で、じゃあ具体的に、どういう時に、 まあ、それってオーバートレーニングなんじゃないですかっていうふうなことを言わせていただくかというと、単純に故障もない、病気でもない、で、ある程度必要な練習の負荷がかかっているにもかかわらず、長期にわたってトレーニングに見合わないようなレース結果しか出ない時に、まあ、オーバートレーニングなんじゃないかということで、あの、回答をさせていただいています。で、 まあその対処法っていうのはまた後でお伝えさせていただくんですけれども、ここではいくつかのポイントがあって、まず第一に他に原因が見当たらないっていうことですね。え他にその明らかな原因が見当たらないというとき。まあ要は故障分けとか、えー、感染症にかかったとか、まあ感染症だって、 いろいろありますよね。一言で風邪って言ったって全部同じじゃないじゃないですか。まあ3日で完全に治る人もいれば、1ヶ月ぐらい引きずっちゃう人もいますよね。まあそれはインフルエンザもそうだし、コロナもそうだと思います。まあコロナだって結構後遺症を聞いてるとね、半年ぐらい味覚障害出るっていう人もいれば、もう3日ぐらいで感知したっていう人もいますし、まああの、すべての他の感染症と同じで、あの、ね、 程度に差っていいうのはだいぶありましたよね、まあ、コロナが出てきた時コロナはただの風邪とか言ってましたけどまあ私もそうだと思いますその、まあ、ただただの風邪っていう言い方が正しいのかどうかっていうのは分かんないですけどあの全ての感染症っていうのはまあそういうもんですよねインフルで死ぬ人もいるし風邪で死ぬ人もいるしまあまあそういうもんだと思います。 で、えー、まあそういった明らかな原因がある場合は、まあはっきりしてると。あと、単純に練習してたとしても、その練習のタイムと試合のタイムっていうのがある程度見合っていれば、まあそんなもんじゃないかっていう話になりますよね。まあ良くも悪くも、現状練習でやってることが試合で出せてるわけですから、まあそれって妥当なんじゃないですかっていう話ですね。 ただ、大体どのぐらいの練習ができてたら、大体どのぐらいの記録がレースで出るのかっていうことは、まあある程度経験を積まないとわからないですから、まあそういう意味ではですね、えー、ウェルビンゴナナスクールの受講生様には、まあ私自身の経験も、どん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 あの質問メールいただいて活用していただければいいんじゃないかというふうに、えー、申し上げております。まあ正直ですね、やっぱり仕事でやってると集まってくるデータっていうのがもう膨大な数なんですね。おそらく、 その自分自身は早いっていう人は他にいっぱいいるでしょうけれど、その仕事でやってなければ、で、さらに言うと私の場合オンラインでやってるじゃないですか。あの実地でコーチングとかっていうと見れる数が限られてくるので、データが溜まっていく速度っていうのが遅いんですけど、もう私の場合は日本国内だけじゃなくて海外にもお客様いらっしゃいますから、あの、集まってくるボデータの数っていうのがすごい多いんですね。で、それだけのデータを分析してると、データっていう言い方が え、キザであれば、まあ、練習の記録ですね。え、練習の記録、練習の報告っていうのをたくさんいただくわけですけれども、まあ、たくさん記録が溜まってきますから、まあ、それだけ分析をするっていうのもやりやすいんですね。まあ、作業は大変ですけど、あの、分母が大きくなればなるほど、分析の精度っていうのは上がっていきます。で、大体その経験から、だいたいこのぐらい練習してたら、大体いいこのぐらいレースで結果出ないとおかしいよねっていう、まあ、一つの目安があるわけなので、 まあ、それに照らし合わせてですね、結果がいいのか悪いのかっていうところですね。で、妥当な結果なのであれば別にそれはそれで問題ないです。良くも悪くもそれでいいということですね。で、そういったまあ項目をこうずっと見ていったとしても、なかなかそのレースの記録っていうのが練習と比べて悪いとなった時にですね、やっぱりまず一番に疑うのがオーバートレーニングなんですね。 で、えー、この時にですね、ある程度のスパンっていうのは見ないとダメです。っていうのは、今日いい練習ができました。あるいは今週いい練習ができました。だからといって、その1週間後にすぐに結果が出るようなものではないんですね。やっぱり、2ヶ月とか3ヶ月とか、そのぐらいのスパンで見ていって、ある程度練習できてきてるのに結果が出ないんだったら、やっぱりそれはオーバートレーニングなんじゃないかっていうようなことで判定をしていきます。 で、それともう一つ言うと、その、オーバートレーニングの定義っていうのは本なんかを読んでいると、まあ、故障とか病気などの明らかな原因がないにもかかわらず、えー、継続的に練習をしていて、走力が低下することをオーバートレーニングというというふうに本なんかには書いてあります。ただですね、例えば高校生の場合、5日間の強化合宿を組みますというようなことをした場合ですね、結構この5日間って詰め込んで練習させることが多いんですね。 じゃあそうすると、その次の週のレースで走れないとか、練習で走れないっていうのは当然なんですよ。じゃあこれはオーバートレーニングという判定をするのかどうかっていうことなんですが、厳密に言えばオーバートレーニングなんだと思います。だけど、これは、場合によっては、成長における必要な過程の一つなんですね。まあ私自身はですね、高校時代にですね、あの、まあこういった、まあ、 過度な、過度なというか、高負荷なトレーニングによって、総力が低下したときに、まあ、これは成長にとって必要な負荷の一部なんだというふうに捉えすぎてですね、どん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 深みにはまっていって、オーバートレーニングにな,なって、オーバートレーニングの連続で、気づいたら半年ぐらい全然走れてないみたいなこともあったので、まあまあちょっと考えもんかなっていうこともあるんですが、とはいえですね、やっぱりその、一応私の時って、洛南高校出身なんですけど、京都府高校駅伝は3年連続で優勝してるんですよ。 で、私自身も一応3年連続で区間賞を取ってるんですね。だから、満足いくような高校3年間では決してなかったですけれども、じゃあま、あの、全然練習してないような学校に負けんのかって言ったら、やっぱ一応、そこそこの練習しかしてないような学校には負けなかったんですね。だからまあ、そういう意味で言えば、やっぱある程度の負荷をかけていくっていうのは、あの、必要なことでもあるので、まあその辺の見極めが難しいこところなんですね。 だけどまあ、いずれにしても長級層マラソンっていうのは、今週頑張ったから来週結果が出るっていうようなものではないし、むしろ今週頑張ったら来週は総力が低下するっていうのが基本なんですね。で、確かに今月頑張りすぎて来月全く走れないってなると、月をまたいで疲労を持ち越してるわけじゃないですか。こうなってくるとやっぱりオーバートレーニングという診断を下した方がいいのかなっていうふうには私は思っています。ただ、週単位で見ていけば、 ある程度練習の負荷をかけて、次の週走れなくなるっていうのは、これはもしそれが計画されたものであれば、OK だと私は思っています。ただ、本人がそれを思ってなかったらダメですよ。要は本人がこのぐらいの練習であれば、別に今週も来週もコンスタントにこなせると思ってるにもかかわらず、今週普通に練習ができて、で、来週も普通に練習できると思ったら、明らかに、 同じ感覚で走っているのにタイムが悪くなっているというのであれば、これはまあ早め早めにオーバートレーニングの診断っていうのを下していった方がいいと思います。で、私自身のその最近の例で言うと、あの今東山高校っていう京都の高校を指導させていただいてるんですけど、ずっと練習のレベルをまあ7月下旬ぐらいからずっと上げてきてたんですね。で、ずっと段階踏んで練習上げてきてたんですけど、まあ一人ですね、明らかに その中強度の持久層のタイムがレース結果に対して良すぎると。で、力がついてきてるのは分かってるんですよ。力がついてきてるのは分かってるし、本人は、まあ、ある程度余裕を持ってこなせてましたっていう風には言ってたんですけど、まあ、練習の結果と比べると中強度の持久層が早すぎると。で、当然中強度の持久層っていうのはあくまでも中強度の位置づけですから、それ以外に高強度な練習っていうのを入れてるわけですよね。 だけど、そうすると、中強度の持給層が、もし、高強度になってしまっているのであれば、例えば、中強度の持給層が週2日で、高強度な練習が他に2日あるとすると。そうすると、その子にとっては、中強度のつもりでやってるかもしれないけれど、実際体にとっての負担は高強度になっちゃってるということになったら、週4日も高強度な練習やっちゃってるわけですよね。そうなると、やっぱ負荷が高すぎるから、どうしても体が不適応を起こしてしまうし、その子の場合は、 その、総力がガタンと落ちるっていうほどでもなかったんですけど、まあ私が思い描いてる数字よりは一段階下の数字しか出てなかったんですね。だからまあちょっとオーバートレーニング気味じゃないかっていうことで、あの練習は軽めにさせて、まあ今またあのどんどん状態上がってきてるので、まだね、レースに出てないんであれですけど、まあ今週レースに出たら、え、今週じゃないわ。次11月23日が記録会ですけど、11月23日の記録会ではいい記録が出るんじゃないかなというふうには思っています。 ま、そんなわけで、オーバートレーニングっていうのは、あの、基本的な定義としては、継続的な練習をしており、故障や病気などの明らかな原因がないにもかかわらず、総力が低下している現象のことをオーバートレーニングというふうに定義されています。ただ、その場合に、ある程度のスパンを設けてみた方がいいですよ、ということも押さえておいてください。だから、月をまたいでしまったらちょっと問題だけれど、ま、週単位で言えば、 まあ、今週練習頑張ったら来週はちょっとね、状態が落ちる。あるいはそのね、市民ランナーの方も合宿とかされると思うんですけど、まあ合宿である程度練習を詰め込んで、まあ合宿が終わった後、まあ一時的に総力が低下してしまうぐらいのところまでは、まあまあ見といた方がいいんじゃないかなと。見とくっていうのはその計算のうちに入れといてもいいんじゃないかなというふうに思います。で、次、オーガートレーニングのその対処法ですね。まあ対処法の前に体内で何が起こっているのか解説しましょうか。 まあ、オーバートレーニングって体内では何が起こっているのかっていうことなんですが、大きな特徴としては、ホルモン系と免疫系に大きなダメージを受けているっていうことなんですね。で、これが、瞬発系競技とは違うところだというふうに私は考えています。もちろん、瞬発系競技なんかも一日中、ね、練習とかしてたら、ホルモン系にある程度ダメージは来るんでしょうけれども、持給系スポーツの方が、ホルモン系に与える影響っていうのは大きいんですね。 で、えー、これってどういうことなのかというと、人間っていうのは基本的には休む時には休むホルモンが出てるし、頑張る時には頑張るホルモンっていうのが出ています。で、えー、それに連動して交感神経と副交感神経っていうのが、まあ、抑制されたり、活発になったりしています。 で、一番有名なホルモンとしては、まあ、アドレナリンですよね。言うまでもなく。だけど、アドレナリンっていうのは、副腎皮質という場所を刺激するホルモンなので、アドレナリン自体には何の力もないんですね。 アドレナリンっていうのは副腎皮質という場所に刺激を与えて、さらにその副腎皮質からいろんなホルモンっていうのが分泌されて、体は戦闘モードというか、戦うモード、頑張るモードに入っていきます。まあ、ほんの一例を挙げていくと、グルカゴンっていうホルモンが分泌されると、筋肉とか肝臓内に貯蔵されているグリコーゲンが分解されて、エネルギーとして使われやすくなります。 まあそれから、まあ、心拍数の上昇もそうですし、えー、心拍数の上昇に伴って、まあ、血圧も上がったりとか、まあ、血管があ拡張するとかいうようなことになってですね、全身にエネルギーを送りやすい状態になっていきます。で、えー、別にそれは構わないんですが、あの交感神経が活発して、あちなみにその,その頑張るモードに入った時に分泌されるホルモンの総称をストレスホルモンというふうに言います。 ストレスホルモンって言うとなんか体に悪いもののように思われるかもしれませんが、頑張るときにはこのストレスホルモンっていうのがしっかりと分泌されないといけないんですね。で、ただここで押さえといてほしいのは、このストレスホルモン自体は物質であるということなんですよ。で、さらにストレスホルモンが分泌されるのも、まあ物質というか肉体なんですね。だから筋肉を鍛えたら筋肉が疲れる。これは理解してもらえると思うんですよ。 だけど、頑張るということも、その最終的にはホルモン分泌なので、えー、物質というか人間の体なんですね。だから筋肉を鍛えたら筋肉が疲れるっていうのと同じで、頑張るモードに頻繁に入ってると、その、それ、その頑張るときに必要なホルモンを分泌する場所が疲弊してくるので、そのホルモンっていうのが分泌されなくなってくるんですよ。で、そうなるとどうなるかって言ったら、頑張るモードに入れなくなっていくんですね。 昔はあの、リゲインっていう栄養ドリンクの CM で24時間戦えますかっていうキャッチフレーズ使ってましたけど、人間である以上24時間は戦えません。最前線の兵士でも戦えないし、そんなこと、えー、ずっと続けてたら、心身ともにおかしくなります。だから人間ってやっぱりしっかり休む時は休まないと、ストレスホルモンを出すべき時に出せなくなっていくんですね。で、オーバートレーニングっていうのは、あの、そういったホルモン系が、 正常に働かなくなっている状態です。だから当然ストレスホルモンも出ないから自分では頑張ってるつもりかもしれないけれど体はそれに反応しないんですよ。さっきも言いましたけど例えばそのグリコーゲンからエネルギーを作るってなった時にグルカゴンっていうホルモンが必要なわけですよ。だけどグルカゴンが分泌されなかったらうまくエネルギー作れないんですね。そうすると自分は頑張ってるつもりかもしれないけれど体はそれに反応しないと。 いう状態になります。まあもっと言ったらそもそも頑張ろうという気持ちがなくなっていくと思いますけど、あの、そういう状態ですね。で、さらに言うと、テストストロンの分泌量なんかも下がっていきます。あの、最近私のところに来た相談は、あの、握力低下してるんですけど、これってもしかして、オーバートレーニングじゃなくて、テストストストロンの分泌量が低下してるんですかっていう質問が来たんですけど、あの、オーバートレーニング自体が、ホルモン系にダメージを与えるので、 テテストストロンが出なくなくるっていうののも普通のことですで。さらに言ったらまあ女性ホルモンも出なくなるでしょうねだからオーバートレーニングの兆候の一つとして性欲の低下っていうのが挙げられるんですがまあ性欲が低下するっていうのは当然だと思いますセールホルモンが分泌されないですからで当然それに伴って握力なんかも落ちるでしょうね握力というかまあ筋力が落ちるでしょうねそういったその全身に起こるまあ,あ異常っていうのがオーバートレーニングによる現象です なので、骨格筋の疲労とかであれば、あの筋肉痛とかになっても2、3日低強度な運動をすれば回復するじゃないですか。だけどホルモン系っていうのはそんな簡単には回復しないことが大半なんですね。で、じゃあその処方箋としてはどうしたらいいのかっていうことなんですが、 これはやはり、週単位で軽い練習を組む必要があります。一日完全休養とかじゃあもう全然ダメです。ね、よくね、高校生とか二十歳の子とかに向かってね、若いから一日休んだら回復するやろうみたいに言いますけど、一日休んだ程度じゃ、高校生であろうが二十歳であろうが回復しません。やっぱオーバートレーニングに陥った選手に対しては、そのオーバートレーニングになるまでにかかった時間と同じぐらいの時間をかけて練習を軽くし続ける必要があります。 で、これ病院とかだと走っちゃダメって言われたりするんですよ。全く走っちゃダメみたいな風に言われたりするんですけど、これはまた違うんですね。まあ程度にもよりますけど、まあ免疫系が著しく低下してて頻繁に風邪をひいているとか、そういう状態だったら一回免疫系も含めて回復させた方がいいので、完全休養挟んだ方がいいですけど、そこまで行ってないのであれば、提供度層とかジョギング程度は続けてもらって全然大丈夫です。 えー、なぜならば、低強度相とかジョギング程度であれば、そんなストレスホルモンがたくさん出るような運動ではないからです。まあ、むしろ走るのが普通になってる人かだとかだったら、軽く走った方が、副交換神経優位になって、まあ、リラックスできたりもするじゃないですか。だから、まあ、病院に行ったら逆にオーバートレーニングの人に対して、もう絶対安静にしときなさいって言ったりもするんですけど、そこまでの必要はないです。で、まあ、ある程度、その、 状態が良くなってきたりしたら、例えば週に1回ぐらいは軽くファルトレックを入れたりしてもいいと思います。いずれにしてもオーバートレーニングから脱出するには、特定のある何か方法を試すよりは、日にち薬に頼るのが一番なんですね。 まあ私もいろいろ正直試しましたし、いろんなことをすることによって回復は早まりますよ。オーバートレーニングから脱却するためには、副交換神経優位の状態を作ってあげるというのが一番なので、例えば、針治療で自律神経を整えてもらうとか、まあ、温泉に行ってゆっくりするとか、瞑想するとか、それから、 えっと、まあ、抗体浴もいいですね。まあ、温泉とほぼ一緒ですけど、抗体浴なんかも有効ですし、まあ、あとはそのマッサージを受けると筋肉もほぐれますけど、精神的にもリラックスできますよね。で、そういうのも副交感神経優位になっていくので、マッサージも有効です。それから酸素カプセルですね。酸素カプセルは効く時ときと効かないときがあって、それは未だになぜなのかっていうのは私もよくわからないんですが、酸素カプセルでかなり回復したこともあります。 ただそういったものはあくまでも補助であって一番のメインは日にち薬だというふうに思ってください。そういった手段を使うことによって、えー、オーバートレーニングからの脱却を促進することはできますが、それはあくまでも促進するための道具であって、えー、一番重要なのは日にち薬だというふうに思ってください。まあ、ただ促進するのは事実ですから、お金と時間に余裕があるのであれば、マッサージでもいいし、温泉でもいいし、酸素カプセルでもいいし、もう何でもいいんで、えー、どん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  使えばいいと思います。まあ、瞑想なんかでもいいですし、できることは、あの、たくさんあるんで、どんどんやるといいというふうに思います。で、ただ、長距離走の場合は、その <coughs>、やっぱり落ちるのが早いんですね。瞬発系の競技の場合はそ、そんなにはすぐには落ちないですけど、長距離の場合は、やっぱり3日休んだら、かなり落ちてしまいます。 だから、まあ、低強度相程度でもいいから、ある程度走りながら、まあ、そうやって回復を待つことによって、まあ、オーバートレーニング気味っていうことは、トレーニングしてきたっていうことは間違いないですから、まあ、そういった、まあ、時間をかけて体を回復させていけば、 また、総力が向上するってことは十分にあり得ますので、ま、提供度層で繋いでいくっていうのが基本的な考え方だというふうに思ってください。というわけで今回の内容は以上です。最後に、マラソンサブ3からサブ2.5を目指す方にお知らせです。えー、設置、マラソンサブ3からサブ2.5のためのトレーニングという書籍が現在人気のため売り切れてしまっているんですが、近日200部限定で入荷予定です。えー、興味のある方は今すぐ動画の概要欄の URL をクリックして、えー、冒頭部分を無料で公開しておりますのでお読みください。それではまた次の動画で